大王、または、自転家大王は、古墳時代から、飛鳥時代にかけての大和王権の主張の称号、あるいは、和国の君主号。5世紀頃に、大和王権の主張の称号である、大王号が成立し、これ以降、飛鳥清見原の例の編纂が始まった680年代まで、日本国内で用いられた。なお、初期においては、 統一王権の王とするかどうかで学説が分かれる。王君との和訓については、主人や貴人を表す。君に偉大さや特別に尊いことを表す。説盗後、王、おほを当てて、王君、おほ君とするものであるが、他方で、これは君の尊称としての和語に過ぎず、大王は中国からの王号賜物、もの、を根源とする漢語の称号とするものもある。 大王と記されている要霊は多く、天皇や皇族の継承とも返されている。本来、王とは中国本土において中原の主を指したものである。集大には天下を統治する唯一の天使として王の称号があったが、河北の甲賀文明諸国の風下に立つことを潔しとしない、洋子高文明圏の大国には、祖、呉、古氏のように君主が王を名乗るものもあった。 戦国時代に入りしばらくすると、河北でも、中王の進化である諸行の内領域国家化を達成した大国の君主が中王にとって変わる天下で、唯一の王を自称し、王が乱立した。その後、中華世界を初めて統一した新王、衛星は価値を落とした王に代わり、皇帝を使用した。その後、旗が成立すると王号は、 皇帝の進化へ与えられる称号、あるいは皇帝の天下の権威を認めて従属姿勢を示す周辺国家の長に送る称号として定着した。日本に関連する王号の書室は菅の光武帝が57年に那国の王に玉物樹した金印に彫られている菅威八国王である。ついで五漢書やステーキの英書元年の記事に初めて和国王の語が見える。 安定期に和国王推奨等とあるように、和国王を地域の小国家ではなく地域国家連合の主張としての和国の王と考えると、これは和国の成立を示すものである。それから、やや下った時代の卑弥呼も、気によって和国の統一上と認知される。この卑弥呼の政権は、最初期の山和王権とする学説がある。和の五王の墨に否定される。 陰行天皇は、千葉県の稲荷台一号古墳から出土した、大氏名鉄拳にある、王氏隆の王とする説があり、大王ではなかったとも考えられている。部に否定される、若武王については、埼玉県の東海山古墳から出土した、鉄拳名に、若武る代とあり、また、熊本県の江田船山古墳から出土した鉄塔の名分には、自転回路大王とあることから、 国内において自転家大王の称号を名乗っていたと推測され、この頃には自転家大王の称号が生まれたことを示唆している。奈良時代に編纂された日本書紀には大晦左在天皇即位前期に大王、風刺と見えるが、編纂からはるか以前の仁徳天皇の時代から用いられていたかは定かではない。大王の表記はこの応人記で初めて見え、その後は陰行記。 有略期、建造期、携帯期などで見られる。和歌山県の墨田八幡神社所蔵の人物画像教の名に、紀美年八月、自重大王年、王東在位紫さ、神宿企画朝年長寿図い、か淵忠た人根すり二人と鳥白城,城、道二百、秀里作子の鏡とあり、大王や男帝王などの記述が見られる。このことから、鏡が作成された、 紀備年には、大王の称号が使われていたものと推察できるが、紀備年の解釈をめぐっては38、383年、443年、503年、623年などの説がある。このうち443年、503年が有力な説とみなされ、443年を取ると5世紀の半ばの陰行天皇の頃には、大王表記が用いられていたことになる。 しかし、記念名の遺体字を、はじめ尺読の定まらない文字が多く、名文の内容について解釈が多様化しており、代用表記の厳密な使用開始年代は、はっきりしない。その他、随所、巻十一列伝、第四十六等位、国に記述されている海王二十年代、海権図医師の上層部に、王政、雨あざたりおもえきたここをうおきみとあり、大たりおもえきたこのご 大きみが、大きみを表すと考えられている。大行三年、第二回遣随史の上標文には、肘所天使松室処備没所天使無用云々とあり、対外的には、天使の称号が使われている。しかし、国内においては、大王、自転下大王号が使用されていたと考えられる。七世紀初頭に、聖徳太子が混流した。 法隆寺の近藤薬師如来図光拝命に、池野大宮寺天下天皇、昭春田大宮寺天下大王天皇とあり、寺天下大王の称号が用いられていたことが推定される。しかしこの名文自体が、天皇、東宮聖王などの語や、大御見ろ苗玉物字といった日本的な表現が使用されており、水戸朝では早すぎること、名の諸風に初頭の面向きがあること、 像の作風や、鋳造技法などから、この薬師像の制作年代は、同じ法流寺近道にある釈迦三尊像より、時代的に下るとする説があり、疑問が多い。水庫調節の他には、天寺調節、天武、児頭調節などが知られている。万葉集には、大王の表記が、最も多く57例が見られ、他に、王、公、大王、大公が見られる。ただし、いずれも、 大君おほ君と読ませており、王を単一で、君と読む例はない。君に権威を背景とする君主を意味する、君の字を当てた、大君は、万葉集には、柿の元の人丸が読んだ、安美氏はが大君など数例が見えるのみである。橋本達夫は、危機かよう、万葉仮双方に見られるの表現を考察して、枕言葉の、安美氏は、全世界を統治するで、 天皇の称号と同様に道教の教理に基づいて暗室されたものと説いている。天皇の表記については大陸からもたらされた道教において宇宙の最高神とされる天皇大帝に由来するとする説が広く知られている。天皇表記の成立時期は初室とされる日本書期にある水国紀16年9月の上の東の天皇、高志みて西の皇帝に申す。 であるとする従来の通説、その他天時刻集長の、ここ企画、浅宮治天下天皇があり、そして、開封総除文で、自童天皇以後についてのみ、天皇表記が用いられていることを根拠に、皇后の表記とともに、飛鳥清美原の例において規定され、使用されるようになったという二通りの説がある。近年では、後者が有力とされる。君主の公的な表記としての、 天皇の採用は天武朝であった可能性が高いとされる。当の皇想が674年に皇帝を天皇と解消したのにならい、天武天皇も天皇表記を採用したのではないかと推測されている。天皇は中国古代の宇宙の最高人天帝の名で、同教思想と深い関わりを持つが、天武の姿勢には同教的色彩が認められ、 天武が天皇表記を用い始めたとする説を補強している。飛鳥系跡から、大津皇、津皇、御子などの文字の見える木簡の削りくずが出土している。これらは天武の皇、津御子を指すと解釈されており、同時出土の他の木簡から天武十年のものと考えられている。天武十年に御子表記が使用されていることは、それ以前に天皇表記が用いられていることの証左だと、 考えられている。なお、天皇という表記の読みは、スメラミこと、スメロキが当てられている。スメルについては、スベルの天下と見る説があったが、上代特殊しかな遣いからこれは否定されて、現在も、半然としていない。万葉集には、天皇の表記が12例知られ、このうち7例が、大きみ、5例が、スメロキと読ませている。それぞれの分位の比較から、大きは、 当代の天皇、スメロキは、過去の歴代天皇や皇祖神に対して用いられていることがわかっている。ありがとうございます。